どうもシンビスト石田貴博です。今日は農場で水をかけてる風景をちょっと撮りたいと思います。農場ではこんな感じで上から、自動灌水、タイマーをセットして自動でバーッと水をかけてます。結構この水がかかってる風景って好きですね。単純に癒されます。シンビジウムは水が好きなので今の時期でもこうやって、ハウスに寄りますけど2日に1回もしくは毎日に近いぐらい、だいたいここだと15分から20分ぐらい、こんな感じでだーっと水をかけます。上から先日鼻を長持ちさせる水の、かけ方の水のやり方の方法をアップしましたけど、あんな感じでバケツにしっかりつけ込むのもいいですし、あれは鼻のための、水の上げ方っていう考え方なんですけど、花もなくなって葉っぱだけで、どんどん成長する、こういった暖かい時期になってくるとこうやって、上からバーッとかけちゃう方が、いいと思います。葉っぱの表面のねちょっとしたホコリとか、そういったものも洗い流してあげるタイミングを作った方が、よりリフレッシュできると思いますね。ご家庭ではそんな上からダーッとかけることなんてできないよっていう方は、例えば雨が降る日なんかにちょっとこう外に出せたら外に出して雨に当てて洗い流してあげるとか、するといいかなと思います。雨なんかはね、天の水って書いて雨水なんていうこともありますけど雨いいですよね。私なんかも梅雨時期なんか庭で育ててるシンビなんかは、もう思いっきり梅雨の雨に当ててあげて、そうすると結構根っこができてたらですけど、ぐんぐん、葉っぱを伸ばしていきますね。育っていきますね。もうこんな感じでたっぷりかけちゃいます。こうやって15分20分かかっていくとこの神秘の葉っぱたちがキラキラと輝いてきますね。元気になってきます。成長期神秘ジウム大事ですからね。しっかりと肥料をあげて、しっかりと水をかけてあげることを意識してあげてください。そして栄養を蓄えて次の花がつける力の元になるように育てていきましょう。今日の動画はこんな感じです。よかったと思う方はいいね、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。